はい、チコでーす。今回はシャードバウンドというゲームをご紹介します。こちらのゲームはファイナルファンタジータクティクスのようなマスを動いてね、敵を倒す戦略ゲームとクリプトスペルズのようなトレーディングカードゲームの要素を融合したようなゲームとなっておりまして、地球のコアの上に浮かぶ緑豊かな島を舞台にして戦略的なタクティクスカードバトルを行うゲームとなっております。で、このシャードバウンドはね、パブリックベータテストに事前登録をしてプレイをするとカードをねもらうことができるようですけども、無料でもねプレイは可能なようです。で、こちらのゲームは2023年後半にパソコンのみでプレイできるようになりますけども、2024年にはモバイルバージョンのリリースも予定しているようで、スマホでもサクッとプレイをすることが可能になります。で、このシャードバウンドはね、将来的に e スポーツとなることも目指しているようで、実際にね、e スポーツとなればプレイヤーは増えますし、将来的にはね、プロプレイヤーが誕生する可能性もあります。で、こちらのゲームの現在の Twitter のフォロワー数は5000人弱で、Discord の参加者は7000人ほどとなっておりますけども、まあね、それほどまだ注目度は高いゲームとは言えませんけども、まあ、逆に言うとね、まだ多くの人に見つかっていないゲームと言いますので、ゲーム画面を見る限りね、かなりクオリティも高くて、面白そうでね、人気が出そうなゲームとなっておりますので、先行者となるためにリリース前の今からチェックされてみてはいかがでしょうか。で、現在はね、事前登録受付中なので、ぜひね、気になる方は参加してみてください。で、こちらのゲームのホワイトペーパーはちょっと探したんですけど見当たらなかったので、まだね、公開されていないようですので、まだね、こちらのゲームがどういう感じで稼いでいけるかとこういうところはまだ分かりませんので、今後のね、情報に期待したいというふうに思います。はい、ということで今回の動画はこれまでになってしまうんですけども、ファイナルファンタジータクティクスのようなタクティクス戦略ゲームとクリプトスペルズのようなトレーディングカードゲームがね、融合したシャードバウンド、非常にね、面白そうなゲームになりそうですので、ぜひね、今のうちにチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。